Thank you.
Thank you.
Thank you.
はい、皆さんこんにちは。 NPO 法人 SDG スパイラルの森川です。はい、理事長の小川キラーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小川さん、はい、見てました？見てましたよ、ちゃんと。初めて、今日、うん、人生で初めてなことがありました。はいはい。絵を見てドキドキしたことが初めて。わお。絵を見てドキドキすることってないですよね。いや、私あります。ありました。いや、でも確かにね。ここは合わせてくれよ。うん。うん、いや、人の心を、うん、動かす絵を描けるアーティストって少ないと思うんですけれども、うん、もう彼女は間違いなくそういう、ね、才能を持っていると私はもう信じて。だってアリスがトランプの兵隊に捕まった時にもういつ助けに行こうかいつ助けに行こうかっていう状態になりましたもんね。ねえ、楽しかったよね、うん、なんかワクワクしましたよね、はい、うん、うん、まあ、今回のね、リサのこの第一部のアートパフォーマンス、はい、やっぱりね、そのダンスとのコラボレーションっていうところがね、うん、やっぱり斬新だったし、うん、やっぱり衝撃を受けた方も多いんじゃないかなってね、はい、もう豪華なメンバーでね、お送りしたっていうところなんですけれども、うん、はい、楽しかったね、今回カラリズムリサさんと SDGs スパイラルの夢の共演が実現したわけなんですが、うんうん、はい、このきっかけっていうのは何だったんですか？いや、もうね、うん、ちょっと恥ずかしいんですけど、はい、もうなんかリサのパフォーマンス初めて見た時からもファンというか、うん、もう運命を感じたというかですね、もう私ももともとこのスパイラルっていう活動で、はい、SDGs アートプロジェクトっていうプロジェクトをやってたんですけども、はい、まあ、アートは国境を越える世界の共通語だと思っていて、うん、まあ、言語とか世代とかジェンダーとかそういったものをいろんなものを乗り越えて、うん、まあ、その交流ができるツールだと思ってるんですよね、うん、なので自分の思いを表現するっていうだけではなくて、まあ、何かを印象を残すとかね、うん、そういう力もあるんじゃないかなと思って、それを活用して、まあ、課題克服とかね、そういうものをなんか取り組んでいきたいっていうふうに、私は印象を強く受けました。さっきのね、第一部ね、うん、ドキドキしましたもん。そうなんです、はい、でね、このリサはね、こうパフォーマンスで、まあ、人に感動をプレゼントしたいとかね、うん、あとは、まあ、心を打つような、うん、表現がしたいっていう思いがすごく強いアーティストさんなんですけど、はい、まあ、私もそのアートの持つ力を借りて、まあ、人の心に何か残したいみたいな思い、うん、はい、そこの思いが、まあ、一致して、もう取り組もうって決めたのが熱い者同士。そうなんです、はい、実は今日だったんですよね。なるほど、ね、でも第2部も空がテーマなんですよね。あ、そうなんです、はい、この第2部に関してはもう私は特別な思いがありまして、それをリサが形にしてくれたっていう作品なんですけれども、はい、まあ、北九州っていうのは山岳官民が一体になって、うん、まあ、公害を克服したって、そういう歴史があるんですけれども、はい、まあ、それを経て、まあ、環境未来都市であったりとか、はい、まあ、SDGs 未来都市として今はね、うん、なってるんですけれども、まあ、その SDGs 持続可能な開発目標っていうのは、まあ、2030年までにみんなでね、協力して取り組んでいかないといけないっていう、はい、まあ、そういった目標なんですけれども、はい、まあ、この目標を17項目掲げられてるんですが、うん、今日紹介するね、この北九州の公害克服の歴史、はい、この中にはこの SDGs 達成のヒントっていうのがもうたくさんあるんですよ。なるほど。そうで、今日は皆さんにそれを伝えたいっていうのと、まあ、感じ取ってもらいたいっていうのと、はい、まあ、そして、まあ、それで、まあ、世界を変えていきたいと、ほう、ね、そんな気持ちで今日は皆さんにこれをお届けしたいなというふうに思っています。はい、はい、で、あ、そうそう、今回ね、SDGs スパイラルが、まあ、共同主催ということで、はい、まあ、その作品の中に SDGs 入れただけじゃなくて、うん、その運営の中にもね、たくさんいろいろ入れてきたんですけれども、まあ、そこはちょっと小川さんから紹介してもらえますか？はい、そうですね、 SDGs の取り組みということで、まずスタッフ全員がマイボトル、マイボトル、はい、ね、私も持ってきました、はい、もうすぐなくなってしまいましたけど、うんうんうん、補充しながらですね、今日一日取り組んでます。あとはですね、いきなりなんですが森川さん、クイズです。クイズ？絵を描くときに必ずいるもの、使うもの、先ほど情熱とかいうね熱い思い、それ言わせてくれないの出たんですが、はいはい、それ以外で絵を描くときに必ずいるものってあると思うんですよね。道具で、道具でね、道具で、筆、ぶ、絵の具、ぶ、じゃあ手、違います正解は、はい、紙です。
紙ね、はい、まあ確かにアートな取り組みっていうのは必ず紙を使うじゃないですか、うんうん、なのでペーパーレスを目標に今回取り組んでみました。そうね、あの完全にはねなくせないんだけどね、うんうん、目標にですね、それに向かって減らしていくっていうことが大事なので、まずその一つ目、はい、まず情報共有オンライン会議、うんうんうんね、あとは広告は SNS を活用しました、はい、そして二つ目、紙チケットの販売を減らすためにオンラインでチケットの販売に取り組みました。これ大変だった。なんかね、全然初めてのことだからね、よく分からなくてね。でも結構オンラインでねチケット販売、そうそう、みんなね買ってくれましたね、うんうん、そして3つ目、リサさんが書いているキャンパスにも秘密があるんですね。はい、そうなんです。はい、うん、実はですね、掲示期間が終わったポスターを使用しているんです。はい、はい、気がついたですかね、第1回にね、うん、ちょっと線が入ってるんだけど、うんうん、ね、パッと見普通の、いや、そうなんです、ね、紙なんですが、これは実は使い終わったポスターだったと。そう、もうこれ集めるのが大変だった。そう、この一枚一枚をですね集めて SDGs スパイラルの活動に参加している子どもたちが貼り合わせて完成をさせたと。はい、で実はですね、今日今進行表を私持っておるのですが、はいはいはい、実はこれもポスターの裏紙という、えらい、はい、ね、そこまで徹底して、いや、こだわってます、はい、紙を少なく、うん、ということで取り組んできましたね。アリスのドレスもね、うん、ペイントされてましたね。あれもペーパーレスに向けてかもしれない、はい、そうかな、はい、はい、分かりました、ありがとうございます。まあ、他にもね、はい、たくさんね、その SDGs につながることもチャレンジしながら、うん、まあ、この運営してきたんですけれども、うん、まあ、中でもね、やっぱり一番はみんなでパートナーシップで作ってきたということがね、皆さんにお伝えがしたい、うん、まあ、もちろんね、このスタッフもそうなんですけれども、まあ、多くの方にね、今回すごいご支援を、うん、まあ、コロナになって、なんていうのかな、本当はお客様入れてできるところをね、うん、こんな感じでオンラインでしか開催できなかったんだけども、はい、その中でもすごい支援してくださったりとか、もう素敵な言葉をね、うん、たくさん投げかけてくれる方がいたりとかね、うん、もう本当に助けられたんですよね、はい、で、まあ、今こうやってねオンラインでライブを見てくださってる方もたくさんいると思うんですけれども、まあ、私たちだけではね、今日ここのこの場にいることができなかったっていうことで、うん、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そんなみんなで作り上げてきたパフォーマンスもいよいよ2部が始まります。私も楽しみです。それではお届けします、第2部、青空が欲しい。Thank you.
皆さんは黒い雪を見たことがありますか？今から約60年前、北九州には黒い雪が降っていたんです。この物語は、そんな黒い雪を白く変え、青空を取り戻した行動力ある女たちのお話です。まだ黒い雪が降る前のことです。北九州には松林が生い茂り、青くきれいな空と海が広がっていました。
戦後、北九州は工業都市として重化学工業を中心に発展してきました。日本の四大工業地帯の一つとして、日本の高度経済成長の牽引役を務めてきたのです。その発展とともに北九州に移り住む人も増えました。そこで働く多くの男性たち、そしてその妻と子供たちです。松林が伐採され、海が埋め立てられ、瞬く間に増える工場、男たちの懸命な働きのおかげで妻と子供たちは安定した生活をすることができました。その当時憧れであった洗濯機やテレビなどの電化製品が揃った生活を送っていたのです。じゃあ見て、綺麗な煙。人々はこれを七色の煙と呼び、繁栄の象徴として誇りに思っていました。しかしその煙は有害物質を含んでおり、次第にその煙は綺麗な青空を覆うようになっていきました。石炭などの不完全燃焼によって発生する大気汚染に覆われた空を梅煙の空と呼び、工業排水でヘドロになった海を死の海と呼びました。みるみる北九州の空と海は汚染され、見たこともない色に変わっていったのです。
お母ちゃん、雪だ。あれ？でもこの雪、なんだか黒いよ。ついにその有害物質は白い雪までも汚染していきました。黒い雪、これも七色の煙と同じく繁栄の象徴かもしれません。しかしみんな気づくようになって行きました。このような急速な経済発展は、それに支払う代償も大きいということに。黒い雪を生んだ大気汚染は次第に人体をも蝕むようになりました。特に子どもたちへの影響は大きく、喘息で苦しむ子どもたちが増えていきました。症状のひどい子どもたちは、空気のきれいな海辺に建てられた養護学校に転校しました。親元を離れなければならなかったのです。母親たちは悩みました。子供たちを救いたい、でも自分は工場で働く夫のおかげで生活ができている、七色の煙で生活しているのは私たちだ、それは分かっている、何もできない。私たちは無力だ。母親たちは苦しむ子どもたちの背中をさすることしかできなかったのです。
たちは家族の健康のために学び行動しました。大学に協力を求め抗がんについて調査し企業に訴えかけ、子どものためにやれることは何でもやりました。まだ女性の発言力が低かった時代、たくさんの批判もありました。それでも母親たちは負けずに行動を続けました。私の行動が北九州を変えました。大学、行政、企業を含めみんなが環境について考えるようになりました。女性の子供を思う気持ちがこの青い空を取り戻したのです。Thank you.
企業と市民が戦うことなく環境再生を果たした北九州でのこの物語は奇跡の街として世界に知られるようになりました。この女性たちが巻き起こした奇跡の物語は世界のまだ公害に苦しむ地域や声が上げられない女性たちに勇気や希望を与えることでしょう。この物語はずっと語り継いでいきたい北九州の誇りです。そして今を生きる皆さんの希望となりますように。空は必ず晴れる。配信をご覧の皆さん、ご覧いただきありがとうございました。改めまして今回主催と出演をさせていただきましたカラリズムリサと申します。今回無事に無観客という形ではありますが開催できて本当に嬉しいなと嬉しく思っております。今回私の力だけじゃなくて、もう一人共同主催の方がいるんですけど、この方がいなかったらこの舞台はできてないと思っています。紹介させてください。SDGs スパイラルの森川大さんです。皆さん本当にありがとうございました。1年前リサと2人でアートについて語り合って、それぞれのやりたいことがすごい意気投合して、その足でここの会場を借りに来ました。こんなことになるとは思わなくって、その時の思ってた夢とはちょっと今は違うんですけど、でも本当に多くの方に支えてもらって今ここに立てて幸せです。素敵なダンスとのコラボレーションもあったり、そして私ここに今地球ひまわりが描かれていることがもう本当に嬉しくて、リサにはいっぱい迷惑をかけたんだけど、そしてみんなにもかけたんだけど、本当にありがとうございました。もう私たち情緒不安定組なのですいません何こんなに泣いてんだって感じかもしれませんが、ね、ありがとうございます。さあ、タエさんだけじゃ、ね、ありません。今回たくさんの出演者の皆さん、音響照明さん、配信のスタッフの皆さん、たくさんの方に支えていただきました。すいません
それでは、今回盛り上げてくれた出演者の方たちをね、紹介していきたいと思います。まずは圧倒的なダンスを見せてくれた第一部不思議のアリス役の彩香。そして彩香の、生徒さんでもあるダンスチームの皆さん。もうとってもたくさん練習してくれました。そして第2部青い空が欲しいの朗読をしてくださった坂根恵子さん。以上のメンバーでお届けしました。今後もですね、こういうアート活動を面白く皆さんに伝えていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いします。皆さんの今の生活が少しでも幸せになることを祈っております。本当にありがとうございました。